殿山康史、殿山康史、殿山大事、1915年、大正4年10月17日から1989年、平成元年4月30日は、日本の俳優、エッセイスト、兵庫県神戸市出身、中央区立大名小学校、東京府立、第三商業学校卒業、終戦後の日本映画界において、 独特の風貌で名脇役として活躍した。ジャズとミステリーをこよなく愛し、趣味を綴った著書も多数残している。また、波乱万丈なその人生は映画化もされている。神戸のキートショーの長男として生まれる。父親は広島県幾千島出身。6歳の頃に父親の事業が破綻して両親は別居。父とその愛人、安氏の義母となるについて上京し、 東京都中央区銀座で少年時代を過ごす。この時父と義母が出したおでん屋が今も銀座八丁目で営業を続けるおたこである。屋号は義母の名前から取られている。幼名は戸の山大寺である。中央区立大名小学校卒業後、府立第三商業学校に入学。1933年昭和8年に父が亡くなり、 家業を継がねばならなくなるが、弟に譲り、俳優の道を志す。1936年、昭和十一年新月寺劇団に入団する。同期入団者に、千秋実る、た良淳、小山元気がいる。鈴木田だ賢治につけてもらった、夏目堂一の芸名で、初舞台を踏む。1938年、昭和十三年に劇団を一時退団し、同年復帰後は、 本名と一時違いの殿山大事に芸名を変える。1939年、昭和14年、南左官映画の第一作、空想部落、千葉康樹監督で本格的な映画デビューを果たす。1942年、昭和17年に京都の講和映画に入所し、同年、内田富監督作品、鳥居スネーモンに出演、撮影終了と同時に召集されて出生。 中国戦線を転戦する。中国国多省で終戦を迎えた殿山は復員後、講和映画に所属していたスタッフや俳優を引き取っていた小畜大船撮影所で自身の所属を確認して俳優活動を再開、殿山康史と芸名を改めて映画界に復帰する。神道金と脚本、吉村幸三郎監督作品への出演を通じて彼らと交流を深め、 1950年、昭和25年に、神道、吉村が近代映画協会を設立した際には創立、メンとして参加した。以後、神道、吉村の監督作品の常連を務め、神道の裸の島では、島の男の役で、音は信子と共演。これは一言も喋らない。セリフのない脚本。同じく、神道作品の人間では漂流する漁船の船長役で、 それぞれ主役を務めた。その一方、お呼びがかかれば、どこへでも、をモットーに、三文役者を自称して、様々な映画に、脇役として出演。巨匠の作品から、児童教育映画、娯楽映画、ポルノに至るまで、名場イプレイヤーとして活躍した。独特な風貌や、巧妙な演技から、性格、個性派俳優として、黒沢明、今村昌平、今井正史。 大島渚など様々な監督に徴用された。またフリーで活動していたため、五社協定に縛られることなく各社の映画に多く出演することができた。そのため73年の生涯で約300本に上る映画に出演し、テレビにも頻繁に出演したため、その作品は膨大な数に上る。各作品で印象的な演技を残し、その中、 大島渚監督の問題作、愛のコリーダで極部丸出しで演じたことで知られ、他のシーンを含めてこの作品は、映画の芸術表現と法の合否が、裁判所で長く争われた。私生活では、福音後に始まった、側近と呼ぶ女性と制裁の関係は、彼がボスまで続き、墓所は2箇所に建てられている。離婚再婚がままならずに陥ったその滑稽な経緯について、辞書。 三分役者なき、いつて、神道カネトの三分役者の死に詳しい。映画では特等に、キョロメという老人的な風貌が特徴的だったが、私生活は流行に敏感でオシャレであり、講師に、ジーンズに、サングラスがトレードマークだった。実女によると、日本映画水待機で仕事が減った時には、家人に心配させまいと仕事に行くふりをして、都内をさまよい、実際、 撮影オフには、ジャズ喫茶など、頻繁に現れた。無類の酒好きだったが、高年病気から節制している。また、新宿ゴールデンガイを愛し分子との交友も深く、ジャズやミステリー愛好家、読書家としても知られコラム連載を持ち、エッセイストとしても上舌な素地となり、1970年代には、俺が一人称で毒舌を織り混ぜながら、独特の口調で語るエッセイや、 自伝的文章を多数執筆し、トレードマークのハゲ頭、黒いサングラスをかけた、との山のイラストが添えられていた。後に、三文役者アナアキー伝をもとに、白人がとの山に噴する舞台独断劇、大ちゃんが上演されていい。神奈川県鎌倉市には、制裁、最初の夫人とこによる家族の趣味、料理、陶芸、酒などを全面に押し出した店、居酒屋、との山がある。 1989年、平成元年4月30日に、肝臓癌で死去した。去年73年。2000年に、名優、神道が彼の生涯を映画化し、三文役者という、題名で公開された。殿山を、竹中直人が演じた。太字の題名は、キネマ順報ベスト10にランクインした作品。殿山の死の直後に、京電、三文役者の死。 岩波書店を書いた、新道兼とは、それを原作にして2000年、平成12年に、映画、三文役者を完成させた。殿山の役を、竹中直人が演じている。映画、三文役者と、同じ年に、声優の爆人が、独断、一人芝居、大ちゃんというタイトルで、舞台上演した。こちらも、近代映画協会が協力している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。